カタリナ様、早く車に乗ってください。遅刻したら大変です。わかってる。あれ、キースは？今日は風紀委員のお仕事があるそうで、先に登校なさいました。え、キースが風紀委員ってどういうこと？どういうこととは？キース様は学園に入学してからずっと風紀委員を務めていらっしゃるではないですか。何かがおかしい。朝は寝ぼけてたから普通にスルーしてしまってたけど、なんかいろいろ違うんだけど。私が着てるのはいつものドレスじゃなくて、前世で着ていたような懐かしい学生服だし、それに今目の前にあるのは懐かしい文明の利器、車じゃない。これは一体どういうことなんだろう。あの、アン、ちなみに私がこれから向かうのって魔法学園だよね。魔法学園？それはどういう形態の学園ですか？カタリナ様、しっかりなさってください。カタリナ様が通っていらっしゃるのは私立の学園でいらっしゃいますでしょ。乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった。特典ドラマ CD、 私立破滅フラグ学園。アンの話だと、私はいくつも会社を経営している由緒正しきクラエス家のお嬢様で、お金持ちの子供がこぞって通っている有名な私立の学園に通っているらしい。どうなってるんだろう。私って確か中世ヨーロッパ風の乙女ゲームの世界に転生したんじゃなかったっけ。こんなに近代的で日本風味な世界じゃなかったはずだわ。そうか、これはきっとおかしな夢なんだ。うん、そうに違いないわ。だとしたら、なんだか少し前世に似た懐かしの光景を楽しもう。あ、キース！姉さん、よかった。今日は一緒に登校できなかったから遅刻してしまうんじゃないかって心配していたんだよ。あ、私だって一人でも大丈夫よ。はいはい。ちょっと姉さん、その顔は反則だよ。少し睨んだだけなのに、見慣れてる姉の顔がそんなに怖いのかしら。私の悪役顔はここでも通用するよね。それで今日は何をしてるの？遅刻のチェック？身だしなみのチェックだよ。制服を着崩していたり、ピアスや派手なネイルをしたりしていないかチェックしているんだ。へえ、そんなのがあるのね。おはようございます、カタリナ。よう。おはようございます、ジオルド様、アラン様。一人でも遅刻しないで来られるなんてすごいじゃないか。それ褒めてないですよね。子供じゃないんですから当たり前です。うん、寝癖がついてるぞ。え、どこですか？冗談だ。はい、おしゃべりはそこまでです。二人とも何なんですか、その服装は。いくら学園の理事長の息子だからといってその校則違反は容認できませんよ。しかもジオルド様は生徒会長、アラン様は生徒会の初期係なのに。へえ、ここでも二人は生徒会に入ってるのね。それにしても確かにすごい服装だわ。ジオルドはみんなと違って真っ白な派手なブレザーを着ているし、ネクタイにもキラキラの飾りがついてる。アランはシャツの胸元がはだけているし、耳にはピアスまで。その通りですね。ですが、そのうち生徒会で制服の自由化の案を立ち上げるつもりなので大丈夫ですよ。ジオルドは一旦言い出したら聞かないからな。諦めた方がいいんじゃないか、キース。じゃあその案が通ってからそういう服装にしてください。今の時点では自由化はないので、その制服もピアスも校則違反なんで。君は相変わらず硬いですね。そんなですから未だに彼女の一人もできないんですよ。それは関係ないじゃないですか。だいたいジオルド様だって彼女がいないでしょ。何を言ってるのですか、キース。僕にはカタリナという婚約者がいるじゃないですか。ね、カタリナ。ほう。婚約者なんて親同士のただの口約束で正式なものではないじゃないですか。口
地約束などと書類にサインがまだというだけではないですか。